自動車免許の次は開幕ローテつかみ取る日本ハム根本遥香投手20が17日2軍施設の千葉鎌ヶ谷での自主トレを行った新庄監督は開幕ローテーション5人のうち4人まで名前を挙げており残すは1枠少ないですが去年より開幕ローテに入りたい気持ちが強いキャンプから毎回結果を残していきたいと気を引き締めた 今オフはボールの精度同様運転技術も地道に磨いてきた自主トレの合間を縫って12月3日から自動車教習所に通い今月11日に卒業検定12日に免許センターでの学科試験をパスしたせわしかったけど取れる時にとっておかないと教習後の復習は欠かさず反復が大事と日々のトレーニングの合間に約40分 練習問題を解き一発クリアにつなげた昨季は終盤に3勝を挙げオフも10月ぐらいから感触が良かった11月には侍ジャパンに初選出されアジアプロ野球チャンピオンシップ優勝にも貢献当然今季は開幕からのローテーション入りを見据えるこの日は今年3度目のブルペン入り 約50球を投げ、キャンプの早い段階で投げると言われているので、仕上げも早くしたい、免許試験対策同様、念入りな準備で新庄監督の信頼を勝ち取る私がまとめたネチズンのコメントは次の通りです。伊藤、加藤加 バーバー平原に監督が上原を使い続けるって言うてたからこの5人は調整失敗とか怪我とかよほどのことがない限りは開幕ローテ確定やろう残る1枠を根本金村北山鈴木鈴木はリリーフ運用かも当たりが狙う形になると思うがあまり負担をかけたくない前3人は順繰り投げるような形でいいと思う シーズン中盤になれば確定の5人のうち誰かがへばるか調子崩しても若い投手の中から調子の良い子をはめれるやろしここに立ち当たりもそろそろ出てきてほしいいやー楽しみやねもちろん願望ごみで実際戦い始めたらいろいろ不都合も出てくるやろけど加藤伊藤山崎バー平ーが確定なんかなまだ成長途上だし 金村と根本は間隔空けながらかな上原もおるし北山も可能性あるマーフィーやロドリゲスもおるけど助っ人先発は同時期1人だろう非常に楽しみです中学時代は全国中大連決勝で完全試合をしています魅力的な素材です是非ローテ入りして2桁を目指してほしい最後の1枠は金村根本 北山上原あたりと思われる他の若手がキャンプオープン戦などでアピールすれば可能性あるけど現状ではこの4人の争いかなと思うおそらくは開幕は去年の実績なら上原になるな根本金村は5月からでも遅くないただもちろんみんなが開幕ローテーションいりたいからなキャンプやオープン戦で結果出すしか。 4月は6連戦がないから開幕ローテの5枠に入るのは大変だね。根本空運、期待してます。ファイターズ関係者の性味や根本アピールは半端ない金村 VS 根本 VS 上原 VS 北山だな。